グランパンパースです。皆様 NHK 大河ドラマ麒麟が来る第1話見られましたでしょうか。私実は録画するのを失敗してしまいまして、テレビで見ることができませんでございまして、ちょっとどうしようかなと思ったんですが、今映っているこのビデオマーケット、それからUNEXT っていう動画配信サイト、こちらの方でも見ることができますね。ちなみに UNEXT の方ですと、最初の月が無料で、ポイントを使ってこの NHK のドラマは見なきゃいけないんですが、最初に入会した時に無料で登録した時にポイントをもらえるらしいので、そのポイントを使えば実質無料で麒麟がくるの第1話見ることができると。で、その第2話以降はテレビで、録画をすればいいんじゃないかなっていう感じになりますね。私はこのビデオマーケットの方でね、見ましたけれども、見れてよかったです。明智光秀ね。見ての通り、明智光秀を通して描かれる戦国絵巻、神のある成長する異星者が現れると降り立つ聖なる獣、麒麟を呼ぶのは一体どの戦国武将なのか、新たな時代の大河ドラマが今始まるというところでございまして、はい、明智光秀が主人公ということでね、戦国武将とかがもともと武田信玄だったり織田信長だったりとか、その徳川家康だったりとか、秀吉だったりとかね、毛利元就もありましたが、いろいろありましたね。基本的には大名と呼ばれる人たちが、殿様たちが、何しろ主人公だっていうのが普通だったわけですが、戦国時代の大河ドラマはここ最近はそうでもないですね。真田丸だったりとか、あれは真田親子の話ですしね、真田幸村と、お父さんなんだっけな、真田正幸か、はい。で、あとは直江兼続、上杉謙信および上杉景勝の元の、家臣の話だったのもありましたね、直江兼続。それで今回も信長の家臣である明智光秀が主人公ということで、殿様じゃなくて一武将の姿で描くっていうのはね、ここ最近のトレンドなんですかね。この辺のね、人たちをフィーチャーするようになったら、もう多分にこの戦国無双とか戦国バサラのようなゲームの影響があるんじゃないかなと私は思っておりますけれどもね。ちなみにですが、麒麟が来るは、脚本は池端さんの脚本ということでございまして、麒麟が来るには原作の小説などはないということですね。最近の大河ドラマは原作なしの作品が多く、麒麟が来るもこの形ですねというところで、だからどういうことかと言いますと、あなたの番ですとかね、白黒パンダみたいに考察をしていくっていうことが可能なわけですね。考察といっても明智光秀がどうなるかっていうのは、大概の人たちはみんな知ってるわけですね。皆さん知っての通り、明智光秀は信長の家臣になるわけですが、今現在は斎藤道三の家臣なんですがね、織田信長の家臣になって、それで活躍をするのですが、本能寺の変で信長を討ちまして、その後、天王山の戦いだったかな、そちらの方で秀吉に負けて敗走をして、一応俗説の中では山の中で、竹槍かなんかに打たれて死んでしまうっていう話ですね。これも最近はちょっとね、信憑性が薄いっていう感じの説も随分とあるわけですけれども、本当はそういう感じですよね。ただ大河ドラマの主人公としてその終わり方ってなんだか寂しいなって思いませんかね。だからもしかしたらそこで終わらせずに別の終わらせ方をする可能性があると。何しろオリジナル脚本ですからね。もともとこの大河ドラマはどうやら、まずこちらですが、望月東庵の助手駒って書いてあって、門脇麦さんがやってます。1話からもう出てきましたね。ちなみに望月東庵っていう医者も坂井正明さんがやっておりますが、こちらも架空の人物かと思われます。つまり架空の人物が多いみたいなところなんですね。ここに書いてありますけれども、また駒はこれまで描かれてきた光秀や戦国時代のイメージを変えていく要素を持っていると思うので、オリジナルキャラクターとして物語に新しい風を吹き込めればいいなと思っていますと。そう、オリジナルキャラクターと書いてあります。あとこちらにもありますが、2話以降で出てくるはずなんですが、このいろは太夫っていうキャラクター、小野真知子さんが演じるこのいろは太夫っていうのもオリジナルキャラクターということですね。架空の人物って書いてありますですね。もちろんこの向井理さんがやる足利義輝、剣豪将軍の足利義輝は実際にいましたし、風間俊介さんがやる徳川家康だったりとかも実際にいましたね。あと伊吹五郎さんがやる大元節斎、これは書いてありますが今川義元のところの軍師でございまして、桶狭間の戦い以前に病死すると書いてありますが、もしかしたら桶狭間の戦いにこの大元節斎という人がいたら、
今川義元もあそこで信長に負けなかった可能性もあるかもしれないみたいな、そういうところも描かれていくんじゃないかなってちょっと思っております。はい、でですね、私としてこの麒麟が来るですけれども、おそらくね、秀吉に負けてそこで終わりっていう終わり方しないんじゃないかと思っております。実はこの徳川家康のもとに晩年の方ですけれども、ブレーンみたいな感じでいたお坊さんがいるんですよね。2人いるんですが、その中の1人、南光坊天海という名前のお坊さんが家康のところにいまして、なんかね、この人の経歴がそもそもなんだか不明で、いろいろと現れた時期とか考えたりとか、その辺考えると実は明智光秀なんじゃないかなっていう説があったりしますね。それもね、偶然そういう感じに見えるだけなのかもしれず、なんとも言えないんですけど、家康にしても得体の知れない人ですから、いろんなところのね、ブレーンとかね、協力者がいたわけですから、でもそこの中に明智光秀がいたっていう感じでも別に問題はないわけです。つまり本能寺の変から秀吉に撃たれた天王山の戦いで明智光秀は実は死んでいなくて、家康に保護されてそこで実は暮らしていたっていうね、それで家康を助けるブレーンとして、その実はその後関ヶ原とかまでいたっていうような、そういう俗説があるんですね。結構有名な話なので知ってる方も多いかと思われますが、そう、やっぱね、それであってほしいっていうのがあるんですよ。大河ドラマの終わり方としてね、最後の方ね、撃たれて滝槍かなんか疲れて終わるなんてのはなんだか寂しい話ですから、ぜひね、だからそういうところまでやっていい感じで終わってほしいと思っております。で、そうなってほしい理由の一つとして、多分そうなってくると細川ガラシャっていうのが出ると思うんですよね。つまり細川ガラシャというのは明智光秀の娘ですが、キリシタンで、結構ね、なんというかすごい、激動の人生を送った女性なんですが、真の強い女性ということでね、こちらの方を山口真帆さんにやってもらいたいというのが私やりまして、検温所属の、女優さんで、元アイドルグループにいたんですけれども、この間その白でも黒でもない世界でパンダは笑うの第1話のゲストとして、結構ね、2019年はほとんどその結構ニュースの、ね、中でも山口真帆さんの名前を見た人はいっぱいいると思うのですが、今は女優としてモデルとしてやってまして、モデルの方でもね、ベストコスメ賞とかもらったりとかしてとても活躍をしているんですが、基本はやっぱり女優としてね、検温という事務所も育てていきたいというところなので、大河ドラマに出るんじゃないかなっていう噂がネットでありまして、ネットの噂なので定かじゃないんですけれども、ちょっとそこを少し期待しておりますね。細川ガラシャ、でも細川ガラシャみたいなメインどころというか有名どころのキャラクターじゃないとしても、何しろこの大河ドラマは、この門脇麦さんがやる駒だったりとか、それから、このいろは太夫っていう人とか架空の人物が結構出るようなので、だからそういうところでね、何かでね、出てもらってもね、全然いいと思ってますね。そういう可能性が全然できるようなドラマだと、大河ドラマだと思いますので、オリジナル脚本というのはいいですね。なんていうか、いろいろと考えたり考察をしたりするっていう楽しみができる。はい、で、第1話見た方いらっしゃるかいらっしゃらないか分かりませんが、大体見たと思うんですが、このコマが、ここから先ちょっとね、内容のネタバレになりますので、もしそれが嫌な方はここで動画を止めてください。はい、大丈夫ですかね。はい、それじゃあいきますよ。はい、このコマがですね、第1話の最後の方で、幼少の頃火事の中助けてくれた大きな手のお侍さんがいたっていう風な、そういうのがあるんですよ。で、それを明智光秀の主君の斎藤道三、今は信長じゃなくて斎藤道三に仕えておりますので、光秀が松永久秀に会った時に語った内容ですけれども、あまり光秀は斎藤道三のことを好きではないと、そういうふうに語ってました。いきなり会ったね、
どこの馬の骨が知らないおじさんの松永久秀にそういうことを語るってのもね、そう、明智光秀はクールな師匠っていうイメージがあるんですが、1話の段階ではまだだいぶ若いからなのか結構感情的になったりしてて、そういう光秀を見るっていうのもなんだか新鮮ですね。光秀というのは常にもうクールで、あの、なんていうかね、頭が良いキャラクターとしてすごくね、あのイメージがありますからね、光秀のイメージも変わっていくんじゃないかなって思ったりしてますね。はい、まあちょっとそれは置いといて、で、あの、コマが子供の頃に火事の中が助けてくれたのは、実はそのね、金のことばっかり気にしてる台東堂さんですが、その若い頃実はこのコマを助けていたんじゃないかなと、つまりその大きい手の侍は斎藤堂さんなんじゃないかなって思ったりしてね、まあ、何しろね、美濃のマムシって言われるような感じで、若い頃はずっと放浪作業していたと。まあ、でもこのコマがその子供の頃って言っても10年前ぐらいでしょうから、その時すでに斎藤堂さんは美濃の大名だったっていう可能性があるので、まあだからね、その可能性っていうのはあんまないかもしれませんが、なんかちょっとね、何かしらの理由で斎藤堂さんがどっかにあの忍びで出かけていて、いや何しろね、信長を迎える時にあのどっかの小屋にこもって信長の様子を見ていたみたいな感じで、大名なんですけど結構フットワークの軽い人だったっていう話はあるんですよね。だからそういったところの一環の中で、あの斎藤堂さんが実はあのちょっとね、身をね忍んでというか、自分の身分を隠していろんなところに実は行ってて、いや何しろ1話でもね、あの館の中で槍を振り回してるっていうすごいパワフルなおじさんだったんでね、そういうこともやるんじゃないかと、見どころもんじゃないですけれども、なんかそういう隠密作業なんかもやってんじゃないかなって思ったりね。だからちょっとね、このコマを助けたのは斎藤堂さんなんじゃないかなっていう、まあね、なかなかあの無理くりな考察ではありますが、そういうふうにちょっと私は思っております。まあでも門脇麦さんのコマなかなか良かったですね。あとね、なんか結構その着ている着物がカラフルすぎるんじゃないかなっていうので、ツイッターとかで批判を浴びてたらしいんですが、時代考証はしっかりしてるらしいので、実際のところそういう感じの色合いの服を着ていたっていうことなんですかね。なんかイメージとちょっと違いますね。はい、そんな感じです。戦国時代は意外とそうだったのかもしれませんね。わかりませんが、行ったことないんでね。はい、ではそんな感じにしておきます。はい、では、私の動画チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。グランパンパースの、チャンネルを登録して、一緒にドラマの考察なんかをしていったり、言いたいことを言える世界なんかを作っていきましょう。はい、それではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。